プロ野球出場選手登録&抹消公示9月30日横浜アンバギー登録アンバギーなんに使えるんや最終兵器アンバギー頑張るアンバギーそこそこ打ってる昨日はホームラン打ったし最近は守備でいいとこ見せてる横浜石田抹消グッバイ石田フォーエバー石田石田はギリギリ防御率3点台で踏みとどまったし FA するだろうな阪神島本登録島本あげるんか一応デスト登板させる感じなんかなオリックス吉田遠く吉田両上げ吉田上げても敗戦処理しか厳しいやの僅差では使えないぞもうええで吉田ソフトバンク武田登録武田も特例から復帰か大丈夫ならいいけどさソフトバンク吉田登録吉田健も使われるかな吉田健も来た打撃はやっぱすごいし一塁に本格コンバートで一軍定着すると思うで吉田健も使うんかな西武増田抹消増田は何しに一軍に上がってなんで下がるんやてかマスコロナにしに上がってきたんやピッ増田は何しに一軍に上がったんや見せ増田やったんやなロッテ藤岡&山口登録藤岡と山口二軍おったんか知らんかった藤岡と山口はスタメンかなロッテ種市抹消種市いった種市抹消か種市抹消でタイトルは無理かまあんなピッチングしてたら仕方ないけど種市は抹消は当然だなタイトルのためまた投げさせたら頭おかしいぐらいの内容だったし種市残念日本ハムワン抹消オーラ緊急帰国ワンしばらく見てないと思ったら特例抹消かよワンはコロナなのかワンコロナは草ですよワンは来年の契約どうなるんだろうご視聴ありがとうございました話題の野球情報をお届けしていますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。